どうも、たなこじです。今、道頓堀、大阪の道頓堀に行きます。で、前言ってた、投資ね、してくれるっていう方が、振り込むのがわからない、面倒くさいから取りに来てくれってことで、今道頓堀に来てます。で、これからこのまま直行でヨドバシカメラに機材を買いに行ってみたいと思います。ってことで、ヨドバシカメラに着きました。で、投資してもらった50万円は、僕だけの50万じゃないので、これね、もう今すぐ機材をちょっと買いに行って、しかもちょっと多めに入ってました。もうすぐお電話したんですけど、それも預かっといてくださいってことで、今日はとりあえずカメラと、あと携帯につけるマイクと、三脚と、あとなんだろう、その都度ちょっと見て、買いたいなと思います。はい、どうも、今帰ってきました。で、ちょっと安い順から行こうかな、紹介を。とりあえず iPhone の純正の今イヤホンで撮ってるんですけど、これもちょっと劣化してたんで、これを新しく買いました。で、次、これ行こうか。これ何だと思います？これね、iPhone につけれるマイク。で、プラス、ビデオカメラにもつけれるマイク。両方とも、両頭でいけるやつで、iPhone につける場合は、こっちの変換の方を使う。ということで、ビデオマイコーっていうのかな？わかんないけど、これを買ってきました。はい。携帯でも撮れるようにっていうことでね。で、普通、あ、そっか。で、カメラを立てる三脚ね。三脚。これ普通に立てても155センチって言われてたんだけど、実際立ってみたら155よりも高かった。全然高いやつでした。はい。なのでこれを買いました。ちなみに今 iPhone で撮ってるからね。で、これビデオカメラ。ソニーのやつなんだけど、これすごいのが、俺は編集をどうしても iPhone でやりたくて、MacBook Pro 買って、高い編集アプリを取ればすげえ細かい編集ができるんだけど、正直言うと、俺はそんなにいらない。パソコンでしか落とせない音源とかも、俺は iPhone に落とせるのを知ってるから。だから、ある程度はできるってことで、いらないってことで、このカメラのすごいところは、撮った動画を Wi-Fi で、俺の iPhone に飛ばすことができるってこと。ただ 4K なんで、これ、ね、去年だとフル HD のやつがあったんだけど、来年 5G が出ることを見越して 4K を買いました。で、4K を落とすにも、ちょっと画質が落ちるんで、結局フル HD にはなるんだけど、まあ来年のことを考えれば、まあ来年はほとんど YouTuber は 4K になると思うから、トップ YouTuber とかはね、4K を一応買いました。上げてみましょう、とりあえず。これ、ヨドバシカメラに行ってきたんですよ、大阪の。これね、定価が13万1000円かな、税込みで。ヨドバシカメラやばいよね。俺、値切ってもいないのに、11万になったわ。総額で、とりあえず、今日は YouTube の機材だけを買いに行ったんだけど、全部で総額で11万4千円かな。だから、これを買って、11万でカメラ買って、1万1千ポイント貯まるから、その1万1千ポイントで、買った。その他の機材を買ったっていう感じで、ね、結局1400円ぐらいしか払ってないのか、その後。じゃんじゃじゃーん。ほー。で、まあ、これが表か。どうやって開けんの？もう全然もう、やば。ここに内蔵マイクがあるんだけど、一応、なんかね、これ同じシリーズで13万1000のと9万いくらのがあったんだけど、何が違うかっつったら、明るさとかいろいろ調整できるってことで、こっちの方にしました。使い方は今はよく分かってません。これね、カメラ。これで、これね、何が、なんでこういうハンディカムを買ったかっつったら、
あのね、内蔵のデータ容量が 64GB あるの。で、俺の iPhone が 32GB で、プラス iCloud ストレージ買ってるから、50GB ぐらいなんですけど、言ったらこれ1本で、フル HD だったら7時間、4K だったら2時間撮影できるのと、あと両方を並行して撮影ができるっていうのは、やっぱ強みだなと思ったんで、これにしました。はい。まあ充電しないとね、使えないんで、だから説明書を読まないと全くわかんないかな。とりあえずまあこれを買ったということです。はい。まだ、こう、打ち亀もできるわけよね。だから、自分でね。こういう感じで、いわゆる YouTuber がやってるようなこういう感じで、ね、できます。はい。これではソニーのやつかな。4K。今では、去年まではフル HD だったのが、もう今は 4K が出てるんだよね。すごい時代ですよ。まだまだ iPhone にはまだ 4K では落とせないけどね。まあ来年を見越してっていうことかな。だから俺が、扱ってる50万だから、どうしても、もう売れなきゃいけないわけよね。で、まあ一応、安いやつあったんだけど、でも店員さんもね、割とね、その 5G の話とか多分知らないんだろうと思って話してたんだけど、俺そういう話をし始めて結構ね、楽しそうに話をしてました。はい。これマイク。マイクもちょっと開けてみましょうか。開かないんだけど、どうやって開けんだろう。あ、なんかハサミかなんかいんのかな。わかんない、とりあえず開けてみる。お、すごっ、こんな感じになってる。これどこのマイクだろう。わかんない、めっちゃ英語だわ。なるほどね、こういう感じになってんだ。あ、これスタンドか。なるほど。え、どうやって使うの。全然わかんねえ。全然わかんねえんだけど。え、これどこやったら iPhone つなげれんだろうね。1年例えばこういう機材をね、支援してもらう人がいてできたってことですよね。すごいことだわ。ちなみに俺今日もノー編集で動画を出そうと思ってるんだけど、まあちょっくらい編集するけど、どうやって iPhone つなげるの、わかんないんだけど。あ、変換のやつがいいんじゃねえの、俺純正の。そういうことだよね。これでこうつなげるってことだけど、でも変換のやつがいるわ。これなんだよ、そのつなげれねえじゃねえか。そういうことか。iPhone どうやってつなげるんだろう。わかんないんだけど。え、騙されたの。え、何、純正のつなぐ機械のやつがいるのかな。つながないんだけど。これだと無理だよ。つなげれないんだよ。なんだよ。あれがいる、あれ、伸びてるやつ。伸びてるやついるじゃねえか。使えねえじゃねえか。ここに挿して iPhone に挿すやつがある。いるわ。俺はいる。なるほどね。まあ、そういった機材を、とりあえず今回総額は11万4000、あと何百円とか、そんな感じでした。はい。とりあえずこれを、とりあえず使いこなさないといけないんで、まあそういう感じです。はい。ちょっとこれが大事だから、次17の配信機材を買いに行こうと思うんで、またそのレビューもしたいなと、まあ撮りながらねやっていきたいなと思うんで、まあよかったら見てみてくださいね。もう1年経つとこんな感じになるんだよね。面白いもんだね、うん。で、今日17ライバーさんの飲み会に大阪に行ってきたんだけど、ちょっと酔っちゃってるからさ、うん、ちょっとじゃあ、
使い方を勉強したいなと思います。はい、ありがとうございました。たらこでした。